私は1年前の卒業式のことを忘れることができません。3月の13日でした。震災から2日後、同じこの会場で卒業式が行われました。卒業式の間、保護者の皆さんが持っている携帯電話が鳴り、地震警報がなった。大きくはなかったですが、地震の揺れを感じました。誰もが震災の2日後で緊張感を持っている、そういう卒業式でありました。おそらく皆さんは、卒業生の皆さんは今の在校生が座っている席に座っていたと思います。そして去年は保護者の席がいくつか空いている席がありました。震災の影響でお子さんの卒業式に駆けつけることができなかった多くの保護者の皆さんもいらっしゃいました。そのことを考えたときに、今日このように多くの方が一堂に会して219名の皆さんの卒業をお祝いできること、私も心から嬉しく思います。横須賀で生活をしていると、いろいろな場面で本校の生徒さんとお会いをする機会があります。震災後、横須賀中央駅の前で街頭募金をやっているとき、生徒さんの何人かが募金をしてくれたのを私は今でも覚えています。皆さんが外出を許されたときに、横須賀で遊んでいるとき、たまたま会って、私が高校生でしょ、そう言うと、なんでわかるんですか、雰囲気でわかるよ、そう言って笑い合ったことも今でも覚えています。私は皆さんを見ると、これからの自衛隊、これからの日本、大丈夫、そういう希望を持ちます。特に東北の被災地の皆さんは、今回の震災を機にどれだけ皆さんに対して感謝の念を持っているか、希望を感じているか、卒業生の皆さんの中でまだ一度も被災地に足を運んでない方がいたら、ぜひ機会を見つけて、自分の目で、自分の肌で、それを感じてきていただきたいと思います。昨日午後2時46分、多くの国民が、また世界中の人が黙祷を捧げました。私は宮城県の女川町の式典で黙祷を捧げていました。皆さんの先輩である陸上自衛隊の方は、南スーダンのジュバでは現地時間の朝8時46分、日本の東北の方角を向いて黙祷を捧げていました。この震災で皆さんの活動が評価され、期待がかつてないほど高まっている、喜ばしいことではありません。同時に、期待というのは、評価というのは、積み重ねることが大変だけど、それを失うときはあっという間でもあります。どうかこれから未来の自衛隊を担う皆さんが、自信を持って今まで築き上げた自衛隊の強化、そして高等保護学校の歴史、これを受け継いで胸を張って自信を持って活動をしていただきたいと思います。皆さんもおそらく子供の頃夢があると思います。私も夢がありました。当時はプロ野球選手になります。今では全く違う世界にいます。皆さんもそうかもしれません。今自分が自衛隊の道に進む、それを予想していなかったかもしれません。今被災地の子供たちの中で、夢は何ですか、将来何になりたいんですか、そう聞いた時、その答えの中に皆さんの姿があるんです。人の命を助けたい、困った時に人の役に立つため自衛隊になりたい、そういう将来の日本を担う世代が出てきている。その人たちに恥じることのないような自衛隊の姿をこれからも見せていただきたいと思います。私たち政治家は皆さんに恥じることのないように、政治の信頼を高めていくための努力を最大限努めてまいります。最後に私が一言申し上げたいのは、自衛隊の道をこれから選ばなかった5名、一
がん対策をされる皆さんに対します。私はその5名の皆さんの両肩になっている使命、これは非常に大きいと思います。多くの国民は高等法学校という存在を知りません。皆さんのような年でこれだけの日々を厳しい訓練を乗り越え社会に出る皆さんの存在を知ります。その皆さんの存在を社会に届けます。そしてこの本校で学んだことをこれから民間の世界で活躍をされる5名の皆さんは3年間学んだこと、そして同期がこれからも自衛隊に頑張る姿を多くの出会う皆さんに伝えてください。それが皆さんの役割です。それを思うと多くの自衛隊の道をこれからも進むから、そしてそうではないから、私は両方とも大きな力があると思います。これからもこの横須賀に住む者として地元に高等法学校を持つこと、誇りに思って、また感謝をして皆さんの活躍を応援していきたいと思います。最後になりますが、皆さんの今後のご活躍、そして任務中、また今後社会の中でご健康とご多幸を祈念して卒業のご挨拶と返させていただきます。本日は誠におめでとうございました。